大阪コリアンフットボールクラブは大阪府大阪市生くの区を本拠地として活動する社会人サッカークラブである。1967年に設立された大阪朝鮮人クラブが前身1970年代から1990年前半の間は大阪朝鮮州球団として大阪フリーグに参戦しリーグ戦で優勝するなど好成績を残していたが、 当時の準加盟規定により、関西リーグへの昇格が不可能な時代であった。2006年に、特定、非営利活動法人大阪コリアンフットボールクラブを設立し、トップチームの名称を、チュック団1967へ解消、シニアチームとして、オークフックシニアが設立された。2010年、トップチームの名称を、大阪コリアンフットボールクラブへ2度目の解消を行う。 同年、大阪フリーグ一部で準優勝を果たし、関西府県、サッカーリーグ決勝大会へ進出。決勝では、アルテリーボ和歌山に敗れたが、準優勝を果たし、三菱重工神戸サッカー部との入れ替え戦に進出。その入れ替え戦を制し、初の関西リーグ二部への昇格を果たした。しかし、二年で、大阪フリーグ一部へ降格し、現在に至る。なお2015年、 シニアチームの名称をオークフック2011へ解消した。なお、同時にシニアチームからセカンドチームへ位置づけを変更した。ありがとうございます。